はい、東川です。今日はですね、テレ朝のニュースなんですけれども、の中で、スポンサーどこなのかということはちょっと気になるということなんです、まあ、なるんですけども、青木治っていうんですかね、即位礼正殿の儀前の天皇制、苦言ということで、視聴者から批判もということで、ライブドアニュースということでこれ出てるですけども、この鈴木治氏がこの番組、テレビ朝日の番組なんですけども、モーニングショーでまあいろいろと良かったですねと言えないに批判の声ということで、だいぶ苦情が来ているというようなんですけども、この鈴木治というジャーナリスト出演者なんですけども、各局出てます。 TBS のサンデーモーニングですとか、テレビ朝日のモーニングショー、あとフジテレビ系の番組でも出てると。この鈴木治氏について、まあ、なんでこのようなね、とんでもないことをやってんのかっていうことで、ちょっとテレビ朝日の方にちょっと電話をちょっとしてみたいと思います。視聴者センターですね。お電話ありがとうございます。こちらはテレビ朝日の視聴者窓口です。この通話は内容を正確に把握するため、録音させていただいております。また、皆様から頂戴したご意見を、番組などでご紹介させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。よろしくお願いいたします。22日放送の、はい、モーニングショーの件で電話させてもらったんですが、ジャーナリストの青木治さんですね、天皇陛下のね、ことについて、まあその日ちょうどね、即位、正礼の儀、ということでいろいろ儀式意識いろいろありましたけども、即位礼正殿の儀ですね、いろいろありましたけども、この件でよ、とても批判的な内容でちょっと言ってましたけども、ちょっと日本国民として非常にこの方青木治氏については非常にどうなのかなと思ったんで、ちょっと電話させてもらったんですが、なぜ そのようなものを、出演させるのかということで電話させてもらっております。かしこまりました。はい、それまた視聴者センターではですね、いただいたご意見をそのまま番組のスタッフにお届けするというのが役目でございまして。そうですよね、はい、はい、すみません、そのご質問などには答える立場にないということですね。はい、おっしゃったことをそのままそういうご質問いただけましたということをお伝えしたいと思います。はい、これ場合によりましては広告主ですね、例えば、ローカル局の方で流してる、まあ、そういう広告主とかも含めて、こういったものからスポンサーから撤退したらどうかっていうことをやるっていう人まで出てきてますよ。ちょっと、はい、でこれ放送法6条ネット上のことでしょうか。いや、僕も聞いた限りですよ、これいろいろと、はい、そうですか。やっぱりそれをネットを見てそれを実際に言ってるのかもしれませんけれども、はい、そういった人は何人かちょっと聞いております。やっぱひどいなっていうところでは、でこれ放送法6条の方ではこういった苦情意見については番組放送番組審議会の方に報告しなきゃいけないっていうことになってますよね。放送法6条の方にはそういう決まりがあります、はい、ということでこれ放送番組審議会で当然議題に挙げるとともに、はい、今年のテレビ朝日ホールディングさんの株主総会でも相当、まあ、番組に対してね、苦情っていうか来てるっていうところで企業価値下げるんじゃないかっていうことで株主の方からもいろいろ言われてる、ルール言われてるそうじゃないですか。青木さんの言葉ですか。とかも含めてですね、はい、はい、やっぱ番組全体の構成とか放送法4条の観点からするとやっぱり多角的論点とかいろいろねちゃんとやってるかっていうと、やってるこういった方はちょっと出してるっていうことは非常に問題かと思いますし、そもそも放送法4条以前に、まあ、憲法1条にのっとって天皇陛下のこういった儀式があるわけですから、それに対してちょっと日本国民として恥ずるような言動じゃないのかなと、青木氏については、はい、世界各国の人がね、これお祝いに来てますよ、はい、これだけの国の人がね日本に来てるっていうことはとても日本人として誇れることじゃないですか。でこの万歳という気持ちでやっぱり三権の長がやっぱり
万歳やってましたけども、そういった中継見てましたけども、それをね、そういった日本国民がもういいなと思っているものに対して素直に喜べないようなこう出演者を出すっていうことはちょっとどうなのかなと。思想心情の自由ありますよ、確かに。だけどこの青木治っていう人間は番組出さない方がよろしいと思いますよ。場合によってはこれスポンサーにね、そういった苦情とか言ってスポンサー降りてどこ の AC ジャパンだらけの広告になったらどうするんですかっていうことですよ。はい、わかりました、しっかりと。はい、これね、地域の地方局の方も影響ありえますんでね、こういうことやってると、はいはい、で青木治さんについては降板される方がよろしいんじゃないですかということで、放送法6条に基づいてちょっと電話させてもらっております。かしこまりました、しっかりと伝えます。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで青木治さんの、まあ、ちょっと言動というものが非常に、実はちょっとこの番組ちらっとは見てはいるんですけれども、ちょっとたまたまその日は他局の番組だったんですが、一応見てることは見てましたけれども、まあ、この青木治さん自体はどちらかっていうと左寄りの思想を持った方で、ちょっとまあそういった天皇制だとかに素直に喜べるような人ではないなというところはよくお分かりかと思います。ところでテレビ朝日側に対して放送法6条に基づく苦情を放送番組審議会であるとか、まあ、役員の方、もしくは、株主総会等を含めた、株主の方々に伝えていただきたいという趣旨で今日電話させてもらっております。